高文帝は北朝北義の第六代皇帝、意名は広司。高文帝の時代に北義喪失の姓は卓抜から元に改められた。高文帝は第五代皇帝婚、文帝の長男にあたる。471年、父の剣文帝がその着母にあたる表大号と対立し、これに敗れて表大号から上位を迫られたため、父に代わって即位することとなった。 なお、北儀では、外籍の戦後を避けるために、皇太子を立てた場合、その聖母が殺されることが常であったため、高文帝の聖母である李氏も、469年に自殺させられており、大号と県軍帝の対立の直接の原因となっている。なお、レビラトコンにより、高文帝の実母が、表大号であるという説が当時から存在している。 表太号は、県文帝の治政治から実権を掌握し、水蓮政治を敷いていたが、県文帝を退けて、高文帝を即位させたときは、高文帝はまだ5歳という用事であり、引き続いて水蓮を敷いた。これは、太号の島で続く。表太号は、政治的な手腕は一流であり、反乱を収め、反独性や三朝性や、近伝性などの諸改革を実施し、 また、中央財政と地方財政を分離するなど、北儀の中央集権下に努めるなど数々の実績を挙げた。氷太号は490年に死去した。その時の高文帝の悲しみ用は尋常のものではなく、いつかは悲しみのあまり食事を取らず、4ヶ月の間、政務を取らなかったという。このことから、氷太号は、実は、 高文帝の実母ではないかと疑う説も出た。その後、高文帝による申請が開始された。基本的に、表対号の路線を引き継ぎ、中央集権と勘化を目指すものである。まず、493年には、平城から落葉への戦闘を強行した。この時に、高文帝は反対のあることを予期して、南朝と殿への遠征であるとして、落葉に至った。 そこで諸将から南西をいさめられるが、それに従う代わりの交換条件という名目をもって、戦闘を実行した。戦費の性を官風に改めるように決め、国政を卓抜から元に改正して、親家たちに対しても半ば強制的に官風の性を与えた。他にも、戦費後などの戦費の収束の禁止、戦費的な官名の排除、戦費の喚化政策を推し進めた。さらに、 漢人の名族の格付けを行い、同様に先卑族の貴族の中でも格付けを行った。この中で通婚を行って先卑と漢人の融和、は、先碧族の漢人社会における名族としての位置付けを行った。さらに区本漢忍法の部分的な導入により、難聴を模した北朝貴族制を成立させた。九十九年十三歳で崩御した。北儀は、 高文帝の時代が前世紀と評される。高文帝は表太号が手掛けた改革を継承し、より一層の寒化政策を推進した。その結果、北儀はそれまでの遊牧民を中心とした国家体制から、より普遍的な国家体制へと変貌を遂げ、後の随による中国の再統一への大きな足がかりとなった。だが、その一方で、急激な寒化政策の推進が、 支配者層であった、戦費の不満を引き起こすことにもなった。496年には、旧都、平城で反乱が勃発し、長男で皇太子であった、元誠もこれに参加していた。反乱は短期間で鎮圧され、高文み帝は、元誠を拝着した上で中殺した。しかし、この後も不満は消えず、高文帝の死後に六鎮の乱と北義の分裂を招くことになる。 宅抜主継図、義書所、高サム川本義明、講談社、中国の歴史第五巻、P231 全巻以来、地方で集められた租税は、支配個数に1個あたりの定額をかけることで、定められた、高能額のみを中央政府に送り、残りは、多少にかかわらず地方の役所に蓄積、支出されていた。町外の設定は、 地方の衆軍が使える制限を設けたもので、財政の中央集権という点では、画期的な規定であった第9章、北儀の財政構造。ありがとうございます。